回はトースターを使って簡単なチーズ焼きを作ります。トースターを使えば10分で作れちゃうので、ぜひ試してみてくださいね。まずはナス1本のヘタを振り落として、ガクも取っていきます。硬い部分が残っていたら斜めに切ってくださいね。次に縦半分に切っていきます。切ったらマットにアルミホイルを敷いて、その上にナスを置きます。そこにケチャップを全体に塗っていきます。塗ったら調味料を振っていきます。塩コショウ、適量、その上から好きなだけピザ用チーズを置いていきます。チーズを置いたらトースターで6分焼いていきます。もし6分焼いても溶けてなかったら、ナスが固めだったら調節して追加で焼いてください。お皿に移して最後に上からブラックペッパーを振った出来上がり。とても美味しいので試してみてね。